中国代表の次の対戦相手、オーストラリアの監督の解任に、中国ファン、自国監督に八つ当たり。中国ポータルサイト直巻派によると、オーストラリア代表の監督交代は、中国代表チームにとって、良いことではないかもしれません。中国チームは次の対戦相手の、新たな態度に警戒しなければなりません。というタイトルで記事を紹介。この件について、湘南記者は次のように書いた。オーストラリア代表の監督交代は、中国代表チームにとって良いことではないかもしれない。アーノルドの考え方はある程度継承されても、後継者は前任者の技術戦術雇用の考え方を、完全に再現することはできない。中国チームは相手の新しい雰囲気に注意が必要だ。強さの比較はすでに明確であり、サッカー中国代表チームにできることは戦うことだけである、と記事を締めくくっている。この記事を見た中国サッカーファンの反応がこちらになります。イワンコビッチ、私はマンチーニの監督の座を救った。そして次の試合ではあなたを救える。なぜ逃げてしまったんだ。オーストラリアは研究する価値のあるライバルですか？この状況でも監督交代しないのは中国だけだろう。イワンよ、他の監督を見てみろよ。レイナナの男は恥知らずだ。たった1失点で辞めるの？恥知らずもいるもんだ。言わんよ、みんながあなたに注目しているのよ。面目を失いたくないのなら、なぜ自ら辞任しないのですか？失敗から学べよ、言わん。首位との差はわずか6点、まだチャンスはあると思うが、解任させるなんてとにかく信じられない。次期監督に、良いスタートを切らせるためにも、この老人はなかなか優秀だ。1は軽視敗だった人が辞めたのですが、なぜ2連敗した人は動かないのでしょうか？オーストラリアにイワンを貸してあげたらどうですか？イワンをオーストラリア代表の監督に、アーノルドを中国代表の監督に、こんなことができるだろうか？